最後に母ちゃんと話をしたのは、木枯らし吹き荒れる2月半ばの寒い夜、小さな母ちゃんがひび割れた手で背中まるで寒い中、俺に叫び凍ってきてくれた。そんな優しい母ちゃんが風邪をひくなと寝る前に湯たんぽ入れてくれた。口を閉じて冷たくなったのは、粉雪ちらつく夜明け前だった。いつも母ちゃんは素顔のままだった。最後の夜は俺の手で薄化粧させてくれ。いつも母ちゃんに苦労かけてきた。最後に紅をつけた時、優しい笑みを浮かべてた。明日には旅立つ母ちゃん、俺と母ちゃんの思い出話をいっぱいいっぱい話すから聞いてくれ。暮らし